バットのバランスを保ったまま1マイルを速く走る。記録を樹立したアシュリタ・ファーマン。アシュリタ・ファーマンは、最も多くのギネス公認記録を持っている人物である。アメリカ合衆国ニューヨーク、クイーンズ区のジャマイカ地区で健康食品店を経営する実業家でもある。彼は、ニューヨークシブルックリンクで1954年に生まれている。この年は、 ギネスブックが発行された年であり、イギリスのロジャーバニスターが1マイル競争で不可能と言われていた4分台の壁を破った年でもあった。彼は、幼少時より、ギネスブックに興味を持っていたが、運動が苦手だったこともあり、ギネス記録を破るといったことは、全く思っていなかったという。その後は、同志のクイーンズ区の旧ガーデン地区で育ち、ジャマイカ高校に通った。 彼は10代の時に、東方のスピリチュアリティの思想に興味を持ち、1970年には、インド出身のヨーガ指導者、シュリ・チンモイの熱狂的な信者となった。1978年には、シュリ・チンモイの教えによる自己超越を目指すために、ニューヨーク市のセントラルパークで開催された24時間耐久自転車レースに出場した。 彼はわずか2週間の練習の期間にもかかわらず405マイルの距離を走行し全体で3位につけた。彼は後にこの経験を人生の中で最も印象的だった出来事の一つとして語っており自転車から降りた時24時間の間自転車を漕いで来たのは私の内部の精神だと気づきました。私は 瞑想をすることでみんなが持っているがほとんど使うことができない無尽蔵なエネルギーを使うことができました。この瞬間に私は私たちは内部に不屈の強さを持っているということを他の人にも分かってもらおうとギネス記録を破ることを決めたのですと話している。1979年彼は最初のギネス記録として ジャンピングジャックを2万7000回した記録を樹立した。1986年には水中で使用できるホッピングを発明し、同年のエイプリルフールの日の ABC テレビの朝のニュース番組グッドモーニングアメリカでそれを使用して記録を樹立した。また、同年にはマサチューセッツ州でポールリビアの真夜中の気候の道に沿って12と4分の1マイルの 距離を前転で進んでおり、また、富士山で11マイル半の道のりをホッピングを使って登る下山している。彼の瞑想グループのツアーコンダクターを務め、遠くまで旅行をすることもあり、旅行先で数々の記録を樹立した。7大陸のすべてで世界記録を樹立しており、国では30カ国以上の国にも登る。オーストラリアのウルルでは2003年に巨大、 フラフープの記録を樹立した。他にも、エジプトのピラミッドでは、ビリヤードの球のバランスを保ったまま進んだ距離の記録。イギリスのストーンヘンジでは、バランスボールの上に立っていた、時間の記録。フランスのエッフェル島では1時間に最も立ったり、座ったりした記録。中国の万里の頂上では、カンガルーボールに乗って1マイルを最も速く進んだ記録。 カンボジアのアンコールワットではホッピングをしながら最も多く縄跳びをした記録などを打ち立てている。また、中国では1892年以来破られることのなかった竹馬で8キロメートルの距離を走る記録を破っている。彼は既存の記録を破るだけでなく、新しい記録の項目も多く作っている。1991年には、 バリ島でボート漕ぎの練習器具を改造して、車輪とブレーキをつけて、進むようにしたものに乗って、16日間の間2500マイルの距離を走行した。彼は、グルグリングと呼ばれる水中でのジャグリングを考案し、2002年に、ニュージーランドのオークランドにある水族館、ケリタールトーンズアンダーウォーターワールド南極、体験で48分間もの間水中で、ジャグリングを行った。 2007年にはモンゴルを訪れて、役とサック競争で1マイルの勝負をした。2008年1月30日に2万ドルの76フィート、4000ポンドのペンシルベニア州産の黒煙を使用した巨大な鉛筆を公開した。この鉛筆は、彼の崇拝するシュリチンモイに誕生日プレゼントとして、前年の8月の下旬から作られたものであった。この鉛筆の長さは、 文房具賞、ファーバーカステル社のマレーシア本社前に展示されている65フィートのものよりも長く、その後にはニューヨークからセントルイスにある私立美術館へと送られた。ありがとうございます。